長津田建築は神奈川県横浜市緑区に所在し、敷地は東京都町田市にまたがる東急電鉄の車両基地組織の名称である。川崎市宮前区に付属施設の長津田建築、詐欺沼車庫を有する。管理棟留置線、東急電園都市線、子供の国線長津田駅の西側にあり、多くの留置線を要する東急電鉄最大の車両基地である。 田園都市線、大井町線、子どもの国線の車両を主に担当するが、上記路線以外の車両も検査などで改装される。南側を JR 横浜線が通っており、車窓からも見える。なお、一部の留置線を使用して、東部 ATS の設置や車内 LED 案内装置、ドアチャイム取り付けなどの車両改造が行われる場合がある。 詐欺沼駅の北西側に付属施設として、詐欺沼車庫を有する。かつてあった詐欺沼車区が移転して、長津田車区が成立した際に一部の車庫が残されたものである。なお、残りの車庫は、デート高速度交通営団へと移乗され、現在は、東京地下鉄の詐欺沼車区となっている。主に、大井町線の車両の留置に使用されているが、 2000年代後半以降は、8000系や8500系の廃車、運用離脱が進行していることに伴い遠くないが手狭になっているため、詐欺沼車庫に車両を疎開留置するケースも見られる。田園都市線直通車両なお、東急車両製造総合車両製作所で、落成した世田谷専用以外の車両の受領を担当するほか、 日本車両製造で製造された A 弾08系も遠くへ公衆輸送された。1993年7月から上田交通別所線で使用されていた95000系と5200系の戦闘車各一両を登場時の姿に復元して遠くで保管していたが2000年2月に保管場所を東急車両製造本社構内に移している。なお、出ハ5001は 車体を一部カットの上で2006年10月から渋谷駅八甲口前で展示している。5000系や2020系の増備により8500系の廃車、運用離脱が進行していることなどにより、旧車留置の車両が増えたため、建区内は手狭になっている。このため、車両の解体に使用されていた引き込み線を整備して、拡張工事が行われた。 2008年以降の車両の解体は、長津田車両工場より陸層の上、別の施設で実施されている。J-POP バンドの 175R が、空に歌えばの、プロモーションビデオ撮影にトークを使用したことがある。ABCDE 日本、鉄道車両機械技術協会、ローリングストックマヒーナリー2016年2月号企画記事、公民哲学者から引く。 長津田賢釈職場紹介ピアニッシュも18から22ありがとうございます。